デイリー武蔵野三鷹水曜日、森谷玲子です。で、番組後半はニュースクローズアップのコーナーです。で、今回は武蔵野市出身のプロバスケットボールプレーヤー栗原雄太さんをご紹介しますので、どうぞお楽しみにと話していました。さて、続きまして番組後半は市内で話題の出来事などをご紹介するニュースクローズアップのコーナーです。今回は武蔵野市出身のプロバスケットボールプレーヤー栗原雄太さんをご紹介します。2005年に日本初のプロバスケットボールリーグとして開幕した DJ リーグ。現在その頂点を目指して全国各地域から16チームが参加し、熱いゲームが繰り広げられています。この日、代々木体育館で行われたのは東京アパッチ対高松ファイブアローズの一戦。ホームのアパッチを相手に終始優勢に攻め込む高松ファイブアローズ。その攻撃の起点となるポイントガードを務め、多彩な組み立てから幾度となく得点のチャンスを演出するのは、地元武蔵野市出身の栗原雄太選手。180センチを超える選手がほとんどの中、栗原さんは身長175センチと、プロのプレーヤーとしては決して恵まれた体格ではありません。しかし、スピードを生かしたオフェンス力と当たり負けのしないディフェンス力には定評があり、チームから高い評価を得ています。そんな栗原さんがバスケットを始めたのは小学校の時。当時見た世界最高峰のプロバスケットボールリーグ NBA の映像に衝撃を受け、自分もその世界でプレーしたいと考えるようになりました。バスケを始めたきっかけは、ただ友達に誘われた。で、その誘われた理由も、背が伸びるとか、女の子にモテるからやれ、女の子にモテた一心で、始めたのがきっかけで、そこから、ハマるのは早かったですね。バスケットの面白さに取りつかれて、で、始めてすぐですね、友達に NBA ってアメリカの世界最高峰のバスケットのリーグの試合を見せられて、それでアメリカに結構もう憧れを持って、で、アメリカでプロでやりたいなっていう気持ちを抱いたのはその時です。夢に向かって走り始めた栗原さん。しかし現実はそんなに簡単なものではありませんでした。高校時代はチームのキャプテンを務めるも、試合に出れば1回戦負けの日々。その後進学したバスケの強豪早稲田大学では、試合どころかベンチにすら入ることができず、一度もユニフォームを着ないまま卒業を迎えます。自分が今まで経験することなかった全国大会とかから、やっぱ日本全国から本当集まってきて、上手い人たちが、なんで、壁には正直最初ぶち当たって、でもなぜかそのやれるっていう自信もあって、で、自分がやりたいっていう、アメリカでやりたいっていう気持ちも、ずっと持ち続けてたんで、全然それを目標にやってたんで全く大丈夫でした。学生時代は全くの無名選手で終わった栗原さん。自分の思い描いたようにはいかず、挫折を味わうも、いつも頭の中にあったのは幼い頃夢見たアメリカの舞台。大学卒業後はその夢を追い求め、単身渡米を決意します。すごいシビアな世界なんで、そのレベルが高くなればなるほど、そのカットをもういつされるかわからないっていう、正直焦っ
ったっていうか、まあ、ビビってはいたっすね。でもまあ最初は認めてくれないんですけど、全然バスケできるところ見せれば認めてくれる国なんで。強い者が勝ち残り、弱い者は蹴落とされるアメリカのバスケットボールの世界。そんな過酷な環境に自ら身を置いた栗原さんは、持ち前の行動力を生かし、次々とトライアウトに挑戦。渡米後1年が過ぎた2007年には、アメリカ東海岸の独立リーグ、EBA で念願のプロ契約を結びます。しかし、独立リーグとはいえ、そこは世界最高峰のアメリカ。スタメンのポイントガードとして出場するものの、リーグ中一勝もできず、契約も終了となってしまいます。再び大きな挫折を味わった栗原さんは、思い通りにいかないその現状を突きつけられ、心が折れそうになることもあったそうです。そんな時、いつも支えてくれたのが友人の存在でした。本当、自分がやりたいことが一本にあるんで、そういった面で進んでいくときにやっぱ辛い時ってあると思うんですよ。でもそういう時に一番支えてくれるっていうか、まあ、もし連絡取ってなくても自分の心の中で支えてくれてるっていう存在はやっぱ僕の中にいっぱいあって、すごい力になってくれてるんですね。感謝の言葉言い表せないです。決して弱音を吐かないですね、彼は。本当に多分まあ内心どっかしらあるんじゃないかなと思うんですけど、表には出さないし、やっぱ常に前向き、ポジティブ、もっとこれから活躍していってもらえれば、僕もいつも彼から勇気をもらってるので、本当にこれからが楽しみですね。多くの人に支えられながら、ひたむきに夢を追い続ける栗原さん。現在はアメリカで知り合ったコーチの勧めで、香川県高松市にあるプロチーム、ファイブアローズに所属しています。特別な才能や恵まれた体格を持っていなくても、プロのスポーツ選手になれる。何かを目指さない限り、それにたどり着くことはできないし、諦めることもできない。そんな一歩一歩前に進むことの大切さをバスケを通して証明してみせた栗原雄太さん。今後は海外で培った経験やプレースタイルを見てもらうことで、自分と同じ環境にいる子どもたちに少しでも勇気づけることができればと話します。本当バスケに限らず、そういういい風にポジティブな方向に行ってもらえることができたらなっていうのがあって、まあ、あとバスケで言えば僕をきっかけに子供がバスケをもっと好きになってもらうとか、まあ、バスケに興味を持ってもらうことができたら本当めっちゃ幸せです。大きな壁だと分かっていても全力でぶつかり挑戦し続ける栗原さんの姿には本当に勇気づけられますね。さて、いかがでしたでしょうか。本日のデイリー武蔵野三鷹、明日は武蔵野市で行われた緑の市民講座の模様などについてお伝えする予定です。それでは明日のこの時間もどうぞお楽しみに。